皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。 JR 西日本が輸送密度2000人未満の路線の線区別収支をこの4月に発表するようです。このチャンネルでは JR 西日本の赤字路線についてこれまでいくつかの動画を配信してまいりましたが、今回の報道では17の路線、30の線区と具体的な数が出てまいりましたので、改めてその対象となる路線をまとめ、各路線の損廃の危険度を考えてみたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず北陸地方では大糸線の糸魚川駅から南小谷行き、越美北線の全線、小浜線の全線が対象となっています。輸送密度はご覧の通りですが、今回 JR 西日本が対象とする路線は2019年度の輸送密度で2000未満となっております。しかしながらここでは2020年度の数値もご紹介していきます。これについては後ほどご説明しますが、数値は2019年度のもの、線区は2020年度のものを利用すると思われるからです。大糸線は損廃議論に入るとの報道がありましたし、越美北線も敦賀駅まで北陸新幹線が延伸しますと完全な飛び地となってしまいます。この数値ではなかなか難しいかもしれません。小浜線の2019年度の輸送密度991という数値は、今回ご紹介する路線の中ではまだ高い方ですので、今すぐ損廃議論に入るようなレベルではないと思います。続いて近畿地方の紀伊半島部を見てみましょう。こちらでは関西本線の亀山駅から鴨駅の区間、紀勢本線の白浜駅から新宮駅の区間が対象となります。紀勢本線は特急列車が運行されている区間でもあり、この路線が近日中に損廃議論に入る可能性は極めて低いのですが、関西本線は路線の存在意義が年々薄れてきております。豪雨によってたびたび運休になることが多いのも不安材料です。実際のところ関西本線は本線とは名ばかりでローカル輸送の区間となっていることは皆様ご存知の通りです。次に近畿地方の兵庫県から中国地方東側のエリアを見てみましょう。このエリアでは加古川線の西脇市駅から谷川駅、万丹線の寺前駅から和田山駅、山陰本線の木の先温泉駅から浜坂駅、浜坂駅から鳥取駅、因美線の東津山駅から智頭駅、紀新線の播磨新宮駅から神月駅、神月駅から津山駅、それぞれの区間が対象となります。加古川線の2019年度の区間分けは薬神駅から谷川駅だったのですが、2020年度には西脇市駅を境に南北で区間が分けられ、薬神駅から西脇市駅の輸送密度はコロナの影響を受けた2020年度でも2000を超えているのに対し、西脇市駅から谷川駅の区間輸送密度は200を少し超える程度と、この区間の輸送密度の低さが浮き彫りとなってしまいました。万丹線は特急浜風が運行されている区間でもあり、この路線がいきなり議論の対象になることはないと思います。実際のところこれよりも先に議論を進めるべき路線はたくさんあります。因美線については輸送密度200を切っており、かなり厳しい数値と言えます。紀新線も厳しい数値で、特に神月駅から津山駅の区間は400を少し超えた程度とかなり厳しい状態です。それでは中国地方の残りの区間を見てみましょう。瀬戸内側を除けばほとんどの路線が対象となっていると言っても過言ではありません。紀新線の残りの区間も厳しく、特に中国勝山駅から新見駅の区間では輸送密度300を少し超えたばかりなので、かなり厳しい状態です。芸備線では新見市庄原市内の区間で損廃議論が始まっており、線区で言えば備中幸次郎駅から備後庄原駅の区間がその対象となります。まだ議論の対象とはなっていませんが、備後庄原駅から三好駅の区間も決して安全とは言えません。その芸備線に接続する木月線も2019年度の数値で200を切っており、出雲横田駅で区間を分けられた2020年度には出雲横田駅から備後落合駅の区間で輸送密度18という
JR 全線で2番目に低い数値の路線となりました。この区間は観光列車奥出雲オロチ号が運行されている区間ですが、この列車の乗車人員を除くと輸送密度は5となり、 JR 全線で最も低い数値となります。この状態であればいつ存廃議論が始まってもおかしくありません。そして福塩線の府中駅から塩町駅の区間も輸送密度200を切っており、こちらも危険水域に入っています。山陰本線は出雲市駅から西側の大半で対象地域となっていますが、出雲市駅から増田駅の区間では特急列車が運行されている区間であることもあり、いきなり存廃の議論の対象になることはないでしょう。山口線も同様の理由で引用連絡線という役割から数値的には厳しいのですが、今すぐ議論の的になる路線ではないと思います。危険なのは山陰本線の増田駅から長門市駅、長門市駅から小串駅の区間です。山陰本線と名前は本線でも完全なローカル線であり、長距離輸送の役割はすでに終えています。岩徳線は今回の対象路線の中では比較的数値が高い方なので、ここもすぐに順番が回ってくることはないでしょう。一方で美祢線、小野田線も地域の公共交通としての役割が年々減少しており、その役割がバスにとって変わられてもおかしくない状態です。ということで、この春に JR 西日本が収支を公表すると思われる路線をご紹介してきました。それではご紹介した路線を一覧表でご覧ください。こちらの表は2019年度の輸送密度2000を切っている路線です。今回の報道では17路線30の線区が対象になると言われていますが、この表では28線区しかありません。しかし2020年度に線区の分け方が少し変わっており、木次線、芸備線で線区をより細かく分けたことで合計30線区となります。今回収支が公表されるのはこの30線区になると思われますが、どうでしょうか。現在存廃議論が始まっているのは芸備線の備中幸次郎駅から備後庄原駅の区間、そしてこの3月からは大糸線の南小谷駅から糸魚川駅の区間で協議会が始まります。その他の路線として今後存廃議論の対象となりそうなのは、まず木次線の出雲横田駅から備後落合駅の区間、奥出雲オロチ号が2023年をもって廃止され、その後に導入される観光列車アメツチは新地駅から出雲横田駅までの運行とされています。出雲横田駅から備後落合駅の区間の廃線の伏線となってもおかしくない状況です。そして因美線の東津山から智頭駅の区間もかなり危険です。引用連絡線としての役割は智頭急行があり、因美線においては智頭駅から鳥取駅の区間が残ればその役割を果たすことはできます。そして福塩線の府中駅から塩町駅の区間もかなり厳しい状態です。芸備線の存廃が備後庄原駅からさらに三好駅まで検討されると、芸備線と塩町駅で接続する福塩線の存廃もセットで考えられるかもしれません。というわけで、ここでリストアップされること自体かなり厳しい数値であるわけですが、因美線、木次線、福塩線は状況から考えて特に対象になりやすいのではないかと思われます。それでは今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。